飛行身長 X ついに風化成功か徐々に落ち着き始めてしまう。何のために週刊身長って存在してんの？一生懸命生きてても落とし入れてぶち壊し、それを飯の種にしている週刊誌があるんですよ。ほんと寸前尺魔な世の中ですね。斉藤雄平は何人のために生きるのか、安心してください。身長は配管後に生まれ変わることはありませんから。みんな伊藤純也についての話を聞いてやるって言ってるのに何なの。説明も謝罪もしないままフェードアウトを狙っている魂胆が見え見えです。新潮社って、本当にひどい会社ですね。伊藤に早くごめんなさいしようね。しょうもな。ネタ切れかよ。くそつまらん。一番黒いの新潮だよ。オタクの斉藤雄平記者をGリーグの第2節に特別ゲストとして出演させたら間違いなく盛り上がりますよ。今回の虚偽報道もノンフィクションで小説化してみては、日本代表のこと風化させないぞ。続報まだ？配管いつ？伊藤の件触れられたくなかったら、社長自ら死ぬ気で政治家の闇を暴いて、岸田と自民を失脚させろよ。そんなんでも許さない。